ってことだ。緊急配備、犬だぜ犬。柳流子、最強最悪の死刑囚の一人。かつて彼は今回と同様に脱獄し東京にやってきた。身長160センチにも満たない小柄な姿だが、手のひらに一瞬作り出す真空により強化ガラスさえ破り、屈強な男も一瞬で混沌に追い込む。また猛毒を仕込んだ毒手により対戦相手を死に追い込むことさえも可能だ。幾多の戦いを経て彼は元部伊蔵により腕を落とされ、そして半間裕次郎の一撃によって崩壊した。柳の脱獄劇に立ち会い唯一生き残った刑務官だ。彼なら何が起きたか話すことができるはずだ。無理ですよ、あんなの。神でも騙されます。ここに入ってからずっとですよ。半分アクリルの皮膚、一点をぼーっと見つめ、あるいは何も見ちゃいないのか。一言も喋りません。植物だってもっと活発でしょ。普通病棟への移転は満場一致だった。とっちゃん動けるかい。棒の外から見たあの光景、生涯忘れない。動けるとも。踊り暴れるシーツ、血しぶき、悲鳴。シーツが舞い降りた時、柳流行は留守だったのです。